強盗マンション神隠し殺人事件とは、2008年4月18日に東京都江東区にあるマンションで起きた殺人及び死体損壊遺棄事件です。この事件の特異な点は、現場となったこのマンションには多数の防犯カメラやオートロックなどが備えられており、女性が安心して住むことができる物件だったことです。その夜、被害者であるとウジョールリカさんが自宅マンションの室内から忽然と姿を消しました。しかし、マンション内のどの監視カメラにも、被害者女性がマンションから外出した形跡が見つかりませんでした。さらに、事件発生時に不審な人物がマンション内に出入りした形跡もなかったことから、マスコミはこぞって神隠し事件として一斉に報じたのです。当然、このマンションに住む住人を疑った警察は、東條さんが行方不明になった直後から、住民全員から事情聴取を行い、任意で指紋採取や家宅捜索を行いました。しかし、被害者を発見することはできませんでした。しかし、事件から約1ヶ月後の2008年5月25日、東條さんの部屋に付着したわずかな指紋と、被害者宅の2つ隣の部屋に住んでいた星島貴則の指紋が一致。住居侵入容疑で星島貴則は逮捕され、その後の捜査で、さらに6月13日には死体損壊遺棄の疑いで、6月25日には殺人容疑で再逮捕されています。逮捕によって事件の全貌が次々と明らかになるにつれ、星島貴則のあまりに異様な犯行や事件後の動向、その動機となった精液や妄想が世間を震撼させることになります。神隠し事件と注目されたこの事件は、マスコミが連日のようにマンション前に詰めかけ、住民を捕まえてはマイクを向けました。星島貴則は逮捕前、自ら警察に協力する姿勢を見せただけでなく、マスコミの取材にも気安く応じるなど、大胆不敵な行動で、事件に関係がないことを装っていました。事件発覚後に、マスコミからのインタビューを堂々と受ける星島貴則の動画が YouTube などに残っています。インタビューで、被害者、東條さんを心配するコメントを残していただけでなく、僕を疑っているのかもしれないですけど、ふふふなんてうすら笑いまで浮かべています。警察の懸命な捜査活動が繰り広げられたにもかかわらず、強盗マンション神隠し殺人事件が発覚してから星島貴則が逮捕されるまで約1ヶ月の期間を要しました。事件は2008年4月18日の夜、東京都江東区潮見2丁目にあるマンションで発生しました。当時23歳の会社員、東條瑠璃香さんが帰宅した際、彼女を待ち伏せていた同じマンションの2部屋隣に住む星島貴則が、鍵が閉まる直前に被害者宅に滑り込みました。もちろん、東條さんは恐怖のあまり大声で叫び、激しく抵抗したため、星島貴則は彼女の頭部を殴打し、そのまま廊下へと押し倒すと、包丁で脅しながら連れ去りました。そして、東條さんを星島貴則の部屋である918号室へと連れ込みました。その後、部屋の隅にエアマットを敷き、そこに東條さんを横たわらせると、抵抗できないように口には白いフェイスタオルを詰め、両手首と足首をビニール紐で縛り上げたのです。事件の舞台となったマンションは、当時3分の1近くが空室で、このフロアには東條さんと2つ隣の星島貴則の2組しか入居していなかったそうです。また、東條さんは当時、このマンションには姉と2人で暮らしていました。もしも彼女が一人暮らしをしていたとすれば、事件の発覚はもっとずっと後になっていたかもしれません。東條さんは帰宅直後に、同居している姉に対して今、家に着いたよというメールを送信していました。その後、帰宅した姉は部屋にいるはずの東條さんの姿がなかっただけでなく、玄関に入ったところの壁や散乱する雑誌に血痕が付着しているのを発見。ただ事ではないと感じた姉は、すぐに警察に通報し、捜索願が提出されました。姉の通報により、駆けつけた警察官などで現場となったマンションはおそらく大変な騒ぎになっていたことでしょう。そんな午後10時40分頃、不安を募らせた星島貴則は、ついに我慢しきれずに、様子を見ようと部屋を出たところを、マンションの共用廊下で警察官と鉢合わせしています。警察官は東條さんが行方不明になった事実を伝え、何か知りませんかと星島貴則に尋ねたところ、いいえ、何も知りませんと答え、そのまま足早に自室へ戻りました。そう、この時はまだ東條さんは生存していたのです。しかし、早くも警察の捜査が始まったことを知った星島貴則は、事件の発覚を恐れ、東條さんの殺害を決意するのです。午後11時頃、東條さんの殺害に至ります。星島貴則は東條さんを殺害後、遺体を浴室に運ぶと、自宅にあった2本の包丁とノコギリだけで遺体の解体作業を始めたといいます。水洗トイレに流せるものは包丁で細かく刻んで流し、骨など流せないものは、一旦は冷蔵庫や段ボールなどに隠しておき、少しずつ部屋から運び出してはゴミとして投棄していったのです。そして、解体が一段落した事件翌日、実は星島貴則の自宅に警察が家宅捜索に入っています。ただ、この時点では警察は星島貴則を犯人と疑っていたわけではなく、あくまでマンション全室を対象にした任意の家宅捜索でした。星島貴則も家宅捜索に応じています。家宅捜索では、事件とは無関係な段ボール箱に紛れて、遺体の一部が入ったものも置いてあり、大胆にも星島貴則自ら、中を確認するよう促したようですが、警察はスルーしてしまいました。おそらく、警察もその段階では、東條さんがマンション内のどこかの部屋で拉致監禁されている可能性を念頭に置いており、その確認のための家宅捜索だったのでしょうか。まさか、すでに小さく切り刻まれて、段ボールの中に収められているとは考えていなかったのでしょう。その後、トイレや排水溝に流せなかった東條さんの遺体の一部は、星島貴則が出勤時にゴミ捨て場に捨てるなどして、2008年5月1日までに遺体のすべての処理が完了したといいます。事件発覚直後に行われたマンションの全住民を対象とした指紋の照合は、もちろん星島貴則に対しても行われました。しかし、この時の星島貴則の指紋は、東條さんの室内から発見された指紋と一致しなかったんです。この時の星島貴則は何らかの薬品を使って指先の皮膚を荒らしていたため、10指とも指紋を読み取ることができず、照合することができなかったと言われています。しかし、事件発覚から1ヶ月後、ずっとその点を不審に思っていた警察が、再び星島貴則の元を訪れ、指紋の採取を要請したのです。すると、荒れていた指の皮膚が再生しており、東條さんの部屋で採取された指紋と一致したことから、星島貴則は逮捕されるに至ったのです。星島貴則が生まれ育った家庭は、ごくごく普通の家庭だったようです。父親は税理士、祖父は政治家という、世間からは先生と呼ばれる家の長男でした。ただ、星島貴則は法廷での供述で、両親に対して強い殺意を抱いていたことを告白しています。しかも、両親を殺したかったではなく、いつかは殺すという強い意志をにじませていたんです。その最大の理由が、星島貴則が幼少期に負った大やけどにあると言われています。1歳11ヶ月の頃、風呂場で足に大やけどを負ってしまったようです。その後、保育園や幼稚園に普通に通い、同年代の子供たちと一緒に遊ぶなど何ら問題なく育っていきました。ただ、物心をつく頃には、足に残ってしまったケロイド状の大やけどの跡が心を蝕んでいき、いつしか大きなコンプレックスを抱くようになっていたようです。やけど跡に対してコンプレックスを持っていることを知った父親は、克服させようとします。具体的には、そんなやけど跡くらい気にするなと言わんばかりに、星島貴則が嫌がるのを無視して、半ズボンを履くことを強要したそうです。ケロイド状になったやけど跡を気持ち悪がられることもしばしばで、それはやがていじめに発展し、次第に友達を遠ざけるようになっていきました。また、そのことを両親に相談したとき、逆に叱られた、自分が死ぬほど苦しんでいるのに守ってくれなかった。と法廷で供述しています。そんな苦い記憶が、やがて両親への強い殺意へと繋がっていったようです。星島貴則が中学生だった頃のある日、母親になぜ自分が幼少期に火傷をしたのかを尋ねてきたそうです。母親は大火傷を負った経緯について正直に話したところ、ただそうかと返事をしただけで、それ以降はその話をすることはなくなったと言います。しかし、その頃から星島貴則は、火傷跡が原因で自分は恋愛とは無縁だ。などと絶望し始めたと言われており、両親に対する深い恨みが芽生え始めたのもこの頃だったようです。理数系科目が得意だった星島貴則は、地元県立高校の情報処理科に進学しました。星島貴則はいじめに遭っていたこともあり、中学時代から友達を家に連れてくることはありませんでした。しかし、高校2年生の夏休みにケロイドを取り除く手術を受けて入院していたとき、担任の先生と同級生がお見舞いに来てくれたそうで、母親は驚くとともに、大層喜んだそうです。星島貴則は高校卒業後は、強い殺意を抱いていた両親の元から離れるため、高校時代に学んだプログラミングの能力を活かして、ゲーム業界大手のセガに入社しました。ところが、入社後に配属されたのは、希望していたプログラミングの職ではなく、ゲームセンターの店長でした。それでも我慢して勤務するのですが、4年ほどで退職しています。その後は、事件当時まで勤めていたコンピュータソフト会社に、派遣社員として入社しました。この会社では、業務請負の個人事業主という形でしたが、会社から毎月50万円ほどの給料をもらっていたそうです。裁判では、このコンピュータソフト会社の関係者が出廷しています。星島貴則はとても仕事が早く正確で、さらに後輩指導にも長けており、特に社員とのコミュニケーションに問題は見当たらなかったと証言しています。社会人として立派に働き、自活していた星島貴則ですが、両親への恨みは消えなかったようで、上京する際、両親に電話でもう会うことはないと絶縁宣言までしたと言います。実際、逮捕されるまで2度ほどしか会っていなかったようです。彼女がいたこともなく女友達もいなかった星島貴則は、後半の中で女性を性的な奴隷にするといった異様な考えに取り憑かれたことから、犯行を行ったと供述しています。そんな星島貴則の様々な歪んだ性癖は、法廷の場でも、検察官による供述書の朗読という形で明らかにされています。そして、その常人には到底理解できない、あまりに異常すぎる内容に、法廷は一種異様な空気に包まれたとされています。2009年1月13日より開かれた事件の公判では、検察が死刑を求刑したのに対して、東京地方裁判所は被告、星島貴則に対して無期懲役の判決を下しました。同月、検察は量刑不服として控訴するも、東京高裁は検察側の控訴を棄却しました。検察は憲法違反や判例違反などの明確な上告理由がないとして上告を断念。被告人側も上告しなかったことから、2009年9月25日に被告、星島貴則の無期懲役が確定しました。幼少期の大やけどや、その後の両親の対応により、いつしかコンプレックスが肥大化していき、やがて歪んだ性癖や妄想に取り憑かれてしまった星島貴則。しかし、だからといって人一人を、文字通りこの世から消し去るというあまりにも身勝手な犯行が許されるわけがありません。最後に、被害者となった東條瑠璃佳さんのご冥福を心よりお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。